へ行くんですよね。皆さんはこの先で。でででとで諸君、私が近道を案内します。この近道は茨だらけで、空花の体は生傷だらけですよ。消えない跡が残りそうで、ギッギッ。茨ですか？それなら普通の道を。心配ご無用です。諸外物は私たちで成敗しました。ささ、諸君ご意向のお通りです。うぅ。それじゃあ先輩、行きましょう。なんだか昔のことを思い出しちゃいました。あの時もこんな森の中でしたよね。先輩を見守っていたら、このギルドの皆さんに見つかっちゃって、そのまま一緒に過ごすことになって、私と皆さんの縁をつないでくれたのは先輩なんです。だから、そのありがとうございます。噛んじゃった。ようやく来たか。あ、いいところに来てくれた。より可愛く見える角度、さっき発見したんだよ。それでは、その秘蔵の書物はお預かりして、早速始めるです。待ってください。あの、すみません、先輩は少しの間目を閉じていてもらえると。ではデクデクデン、忍法千手観音の術です。チュバブブブブブー。空間も頑張ります。これなら僕の美しさがより引き立つよ。あの先輩、もう目を開けてもいいですよ。先輩、この本をまた次の方たちのところへよろしくお願いしますね。宛先はここに書いておきました。これからもよろしく頼むぞ。そしていつかバイスフリューゲルの名を貴公と共に広く知らしめるのだ。